ピート・ド・ハーティ、ピーター・ダニエル・ド・ハーティ、ピーター・ダニエル・ド・ハーティ、1979年3月12日帯は、イギリス出身のミュージシャン、詩人。現在は、ベイビー・シャンブルズのボーカリスト、ソングライターであるが、かつて、カール・バラーと共に結成していた、ザリバ・ティーンズでの音楽活動によって最もよく、知られている。スーパーモデルのケイト・モストの交際や、周知のところとなった。 薬物問題などによって、タブロイド誌や、ニュースメディアを、大々的に賑わせることとなった。ピート・ド・ハーティは、イングランドのノーサンバーランド州ヘキサムで、父方から、ユダヤ系の血を引く母ジャクリーンとアイルランド系の、父ピーター・ジョン・ド・ハーティの間に生まれた三人の子の代、西として、生を受けた。父は、イギリス陸軍士官だったため、いくつかの陸軍駐屯地で育つこととなり、 母やほぼ、二人の姉妹エミー・ジョーや、エミリーらと共に、カターリックやベルファスト、西ドイズ、ベッドワース、ドーセット、ラルナカなど様々な駐屯地で幼少期を過ごした。学業成績は優秀で、ベッドワースのニコラス・チェンバレン中等学校における、GCSC、中等、教育修了一般試験では11科目中5、科目で、A、A スター、最高点、A レベル。 高校卒業資格試験では4科目ともパスしたうちに科目でへと優秀な成績を収めている。16歳の時には市のコンクールで入賞し、ブリティッシュカウンシルの主催したロシアへの訪問旅行にも参加した。A レベルの後に彼はロンドンにいた祖母のフラットへ移り、そうなる運命だと思っていたと彼は語っている。ウィルズ伝墓地で墓掘り人工の職に就くこととなったが、ほとんどの時間は、 墓石の上に座って本を読んだり物を書いたりして過ごした。彼はロンドン大学を構成するカレッジの一つであるクイーンメアリーで英文学を専攻したが最初の一年で中退した。大学を離れてから彼は友人のミュージシャンカール・バラーとロンドンのフラットへ今日移した。バラーはドハーティの姉とブルネル大学でクラスメートであった。2004年ドハーティは リバティーンズの仲間カール・バラーと共に、エネミーが最もクールなアーティストを選出するクールリストの第1位に輝いた。翌年も彼は第6位に名を連ね、2006年5月10日には同じくエネミーの世論調査による偉大なロックヒーロー50人の2位に選ばれた。ドハーティとバラーは1990年代後半にザ・リバティーンズという名のバンドを結成し、2002年に デビューアルバム、リバティーンズ宣言をリリースするや、イナや、メインストリームでの広範な成功を収め始めた。バンドは、批評家筋から高く評価されて、商業的にも成功し、カルト的とさえ言える支持を得た。特にドハーティは、ここ数年のイギリスの音楽シーンに現れた最も、有望なソングライターの一人としファンや批評家からの賞賛を浴びた。しかし、 ドハーティの深刻さを増すドラッグ問題がバンドに亀裂をもたらした。2003年にドハーティがバラーノルスタクに押し入ったため強盗容疑で収監さるという事件が起こったのである。はじめこそ二人はこの事件のために仲たがいをしたがドハーティが入国中に和解した。ドハーティに対する当初の宣告は6ヶ月であったが2ヶ月に短縮された。裁判官は本件に関して 交流期間は正当なものであったと我々は考えているが当然なされて叱るべき時期を得た答弁をする猶予期間が彼に与えられなかったことも事実である。従って我々は彼が間を置かずに釈放されるよう考慮して景気を2ヶ月に短縮することとしたとの声明を発した。釈放されるとすぐにドハーティはバラーをはじめとするバンドのメンバーたちに交流して ケント州チャタムのパブタップエヌチンデのギグを行った。バンドへの復帰後、ドハーティは自分のドラッグ中毒の治療を思い立った。彼は大体医学的な構成センターであるワット、タムクラブクへ通うこととした。これはタイにある寺院でコカインやヘロインの中毒者に対する構成プログラムで有名な場所である。ここでドハーティは竹竿で打たれたり吐き気を催すような 嫌な匂いのするハーブの調合薬を増されるという体験をした。結果としてドハーティは3日で音を上げてイングランドへ戻ったが、このためにリバティーンズは出演の予定されていたワイト島フェスティバル及びグラストンベリーフェスティバルをキャンセルすることとなった。しかしリバティーンズの2枚目のアルバム、日本版タイトルはリバティーンズ革命だが、現代はバンド名そのもののザ・リバティーンズであるわ。 無事に完成して2004年6月に世に送り出さたもののドハーティは再びバンドを追われることとなった。バンド側はこの解雇の理由としてドハーティの治ることのない薬物中毒を挙げたがドハーティが中毒の治療に専念するのであればいずれは連れ戻したいという意思はあることを強調した。バラーはかつてリバティーンズはドハーティが復帰するまで一時的に活動を休止する。 ダだと語っているが、2004年に、ドハーティが離脱した時点で事実上このバンドは、解散した。メンバー全員が、その後に立ち上げた、各自の新たなプロジェクトに専念している、イエティ、ダーティ・プリティ・シングスの校を参照。2007年4月12日、ピート・ドハーティとカール・バラーは、ロンドンのハック・ニー・エンパイア劇場で、再び共演した。ドハーティのギグ・アン・イブニング・ウィズ・ペテ、 ドハティのセカンドセットにバラーがゲスト出演し13曲を共に演奏したのである。再結成リバティーンズはホワット・アウェイ・スターデス、オン・ザ・ステアーズ、ザ・グッド・オールド・デイズ、ホワット・ケイティ・ディド、ディリー・ボーイズ、セブン・デッド・リー・シンズ、フランス、テル・ザ・キング、ドン・ト・ルック・バック・イント・ザ・サン、ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー、タイム・フォー・ヒーローズ、ザ・デラニーの 全13曲を演奏した。リバティーンズの解散に先立ち、ドハーティは友人でウルフマン名義のミュージシャンでもある詩人ピーター・ウルフとコラボレートしている。二人は2004年にシングルをレコーディングしてチャートのトップ10位を果たし、同年4月には7位を記録した。このシングルはイギリスの権威ある音楽賞アイバーノベロ賞にノネートされるほど成功したにもかかわらず、 ドハーティとウルフマンは比較的少額の収入しか得ることができなかった。すでにこの曲の版権をパブで安く売り払っていたためである。2004年後半、ドハーティはイギリスの女性エレクトロニカデュオ、クライアントの楽曲ダウンツーザ・アングラにゲストボーカルとして参加した。この曲はシングルの B 面として2004年6月にリリースされ、 クライアントのセカンドアルバムに収録された。2005年にはイギリスのロックバンドリトランズともシングルで共演した。2006年ドハーティはストラマービル、ジョー、ストラマーの遺族と友人によって設立された新しい音楽の創出や才能の発掘のための事前団体の運営資金募集のためのチャリティーシングルに出演した。この曲には他にも ダーティ・ブリティシングス、ウィー・アー・サイエンティストなど多くのアーティストが出演している。2006年8月には、ザ・ストリーツ名義で活動している、ヒップホップアーティストのマイク・スキナーとドハーティが、ストリーツのアルバムの収録曲の新バージョンをレコーディングしていると報じられた。ドハーティは、リバティーンズでの活動の終わり頃にベイビー・シャンブルズを結成した。 このバンドは2枚のスタジオアルバム、ダウン・イン・アルビオン2005年11月と、ショッターズ・ネーション2007年10月をリリースした。ツアーのスケジュールや作品のリリースも立てられたが、ドハーティがたびたび起こす法的問題によりバシバ中断された。バンドのラインナップも何度か変更されている。ドラマーのジェマ・クラークがドハーティの麻薬問題によってバンドを去り、アダム・フィセクが 公認となった。またギタリストで、共同作曲者のパトリック・ウォールデンもバンドを離れて、ミック・ウィ・フィナルが後を継いだ。2006年8月、ベイビー・シャンブルズは、メジャーレコードレーベルのパーロ・フォンと契約し、2006年12月9日に、をリリースして高い評価を得た。その後2007年1月には、パーロ・フォンとの長期レコード契約にサインした。 2007年11月にベイビーシャンブルズは初めてのアリーナツアーを行い、マンチェスターのメインアリーナや、ノッティンガムアリーナ、ボーンマスインターナショナルセンター、ロンドンのウェンブリーアリーナ、バーミンガムのナショナルインドアアリーナなどで演奏した。彼は単独で、また時にはバンドを引き連れて、小さな会場で予告なしに演奏するという、リバティーンズ以来続けているゲリラギグをしばしば行う。 2005年の大晦日に北ロンドンの自分のフラットで行ったゲリラギグではソロ作品をいくつか公開しその多くが後にインターネットに流出した2006年の3月31日及び4月1日には1月に行う予定であったライブが取り留めになったのを受けてヨーロッパ本土では初となる単独ギグを2カ所で行ったがその場所はオーストリア グラワーツのポルの映画館ノンストップキノであった。これを機に、ドハーティは、友人でノンストップキノの所有者でもあるベッティナー・アイヒバウアーの提案で、自分の演奏中に、スクリーンに映し出すための映像作品スプビットアウトユアソールを制作した。2006年6月、ドハーティは、自分の日記を出版するためにオリオンブックスと契約したと発表した。この本は、彼が、 これまでに書いた視野絵が写真などを収めたものである。ドハーティの日記の多くはインターネットから自由に入手することが可能となっている。ザ・ブックス・オブ・アルビーン、ザ・コレクテッド・ライティングス・オブ・ピーター・ドハティと題された。この本は2007年6月1日に刊行された。モデルであると同時に元フィアンセであったケイトモスに習い、ドハーティはロベルト・カバリーの2007。 8年秋冬シーズンのファッション、広告キャンペーンのモデルを務めた。この時の写真は、ドハーティを普段以上に小綺麗、かつハンサムに写したものとして、評判を呼んだ。この1950年代風の写真は、コマーロンブランドのイメージとも比較された。2012年、俳優としてロマン派の作家、アルフレッド・ドミュッセの自伝的小説を映画化した、詩人、愛の告白。 現代コンフェッション・オブ・エイ・チャイルド・オブ・ザ・センチュリーにオクターブ役で主演し、ブリジット役はシャルロット・ゲンズブール。ドハーティは麻薬の不法所持や、その不正使用から引き起こされる、明定状態での運転や、明定中の運転などといった揉め事のために、たびたび逮捕されている。この麻薬中毒のため、挙句の果てには投獄され、様々なリハビリ施設に通うこととなり、 ステージでの演奏に悪影響を与えることさえあった。彼の人生におけるドラッグの影響は、彼が自伝で認めているように、若い頃すでにドラッグ購入のための金を得るため、同性愛者相手の男性や麻薬ディーラーとして、働かざるを得なくなることさえるほど強いものであった。インタビューにおいて、ドハーティは愛読書として、ジョージ・オーウェル、1984年、 グレアム・グリーン、ブライトン・ロック、ジャン・ジュネ、花のノートルダム、シャルル・ボードレール、悪の花、オスカー・ワイルドの全集などを挙げている。また影響を受けた人物として、エミリー・ディキンソンやコメディアンのトニー・ハンコックなどにも、触れてい。ドハーティと彼の父は、トニー・ハンコック鑑賞協会のメンバーだったこともある。ドハーティは、初期の曲有レマイ・ワーテルローでハンコックに言及し、 ハンコックの名ゼリフ、ストーン・ミーへのほのめかしを含ませている。しかし、文学や音楽に関する言及は、ドハーティが現在継続中のブックス・オブ・アルビーンにおいて、より多く見ることができる。彼はロマン派の詩人や、アルベール・カミュや、ミゲル・デュ・ウナムーノといった、実存主義的な思想家に対して、特に重要性を置いている。また、マルキ・ド・サドやトマス・ド・クインシーの作品についても、 触れている。ベイビーシャンブルズのアルバム、ダウン・イン・アルビオンには、A ラブ・アと題された曲が収録されていが、これは、ジョリスイコール、カルル・ユースマンスの同名の小説、坂島からの強い影響下にある。好きな映画は、嘘つきビリー、ジョン・シュレ・シンジャー監督、1963年、夜空に、星のあるように、ケンローチ監督、1967年、王、ラッキーマン、 リンゼイ・アンダーソン監督、1973年、映画版、クリフ・オーウェン監督、1972年といった1960年代から70年代にかけての作品である。音楽的な影響としては、ザラーズのリーメイバースやジオンリーワンズ、バズコックス、チャスデイブなどを挙げている。中でも特に好んでいるのは、ザ・スミスとザ・クラッシュである。 また、ドハーティはザ・パディントンズやザ・ビューといった将来有望なイギリスのバンドへの支援も行っている。さらにドハーティはサッカークラブクイーンズ・パーク・レンジャーズの熱烈な支持者としても知られており、若い頃にはオール・クワイエット・オン・ザ・ウエスタン・アベニューと題したファン雑誌を冠していたほどである。彼はこの雑誌をクラブのグラウンドで売り歩いたが文学的な引用や詩や。 サッカー物語を混ぜ合わせた、この雑誌は、他のファンの間では不評に終わった。ドハーティが、しばしば用いる、私的テーマの一つに、グレートブリテン島の古名である、アルビオンがある。ドハーティは、規則も権力もない理想法アルカディアへ向けて、後悔する船の名前として、アルビオンの名を用いている。ドハーティと、バラーは、ロンドンのベスナルグリーン。 ティーズデール通り 112A にあったフラットをシェアしていたが、この部屋は愛着を込めてアルビオンルームズと名付けられていた、どちらかといえば荒れ放題ではあったが、ドハーティはェやその他に思いついたことを書き留めた日記にもとの表題を冠している。ドハーティには姉と妹がおり、それぞれエミリー・ジョーとエミリーという名前である。母ジャクリーンドハーティは看護婦で、 ドハーティとの家族生活や彼のドラッグ問題について書いた本を出版している。ドハーティの父ピーター・ドハーティシニアは陸軍士官である。ドハーティの父は息子に対して真剣にリハビリに取り組むよう何度も説得を試みた後、2005年の初めには何度となく約束を破られるのに疲れ果て、ドハーティが完全にドラッグと手を切るまで子には会わないと誓った。 この問題をめぐって、ドハーティが神経過敏になっていることは、2006年11月12日に放映された BBC2 によるドキュメンタリーのドハーティを描いた回に、大や明らかとなった。この番組では、ドハーティが自分の個人的生活のうちこの問題に関わる側面について語った場面などが含まれている。彼は目に見えて動揺し、あるところではインタビュアーに対して、 礼儀正しくも撮影を中止するよう要請せざるを得なかった。2007年の10月には、の番組フロントローにおいて、音信不通だった父がリハビリ中の彼を訪ねてきて、3年ぶりに和解したとドハーティは語っている。ドハーティは、ケイト・モスと交際し、しばしばプレスの報道の種となって、世間を騒がせた。二人は2005年1月、モスの31回目の誕生日に出会い、 それ以来くっついたり離れたりを繰り返す関係を持ってきた。モスはドハーティのショーで時折歌ったりもしている。2007年4月11日、モスも出演したロンドンのハックニーエンパイア劇場におけるドハーティ初の単独ギグの公演中、彼はモスを自分のフィアンセとして発表した。ドハーティは2007年の夏の間にモスとの結婚を予定していた。しかし、 2007年7月以降二人は関係を解消している。2007年の10月にドハーティはファッションモデルの入りならザレアヌとごく短期間ながら婚約していた。ドハーティには歌手のリサ・ムイリッシュとの間にはスタイルという名の息子がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。